絶叫は人生に不可欠である。絶叫することによって人は人生の目的を見出す。絶叫を諦めたら全てが終わりである。全力で逆境に立ち向かう姿。それが絶叫である。だから絶叫。絶叫万歳。はい、なさんこんにちは。漫画家の島本和彦です。よっしゃ。 えー、どうなってるかわからないぞ。今とね何がどんな音に乗って私の声が流れてるかわかんないんだけど、えー、モニターからは6秒後の <laughs> 音声が <laughs> ヘッドホンから流れております。はいはい皆さんこんにちは漫画家の島本和彦です。今日はですね、えー、仕事場のスタジオ仕事場に設けたスタジオからお昼。 仕事中に生放送を始めることになりました。はい、えー、アシスアシスタントにお願いした女の子です。どうもこんにちは。<laughs> アシスタントにお願いした女の子が遅れております。<laughs> 皆さん、もう少々お待ちください。お昼なので、あのー。 宅配便のチャイムが鳴る危険性ががが鳴鳴るる危危険険性性ああありりまますすと電話何かちょっと良くないことを言った場合に担当の愛 i さんからですね電話がかかってくるかもしれませんけど面白がって電話をかけないでください。それであのえー、できるだけ皆さん 電話番号知ってる方は鳴らさないようによろしくお願い申し上げますはい、えー。まずいことは極力言わないように本日は心がけていきたいと思います、えー、声が小さいこの辺でよろしいですかさっきかっこいい言葉を大声で言ったのも 小さく入ってたわけですね <laughs> そしたらねはいということでえー、それでは <laughs> ねどこから始めていこうかなねどこから始めて<笑><笑>いこうかなちょっと待ってくださいね、えー、はい、えー、はいそれではですね今、えー 本当はわーっと盛り上げていく、えー、動画とかも今回は、えー、かなりいいものを用意していたんですけども、ね、<laughs> ちょっと順番的に後にいたしましてそれではですねえー、っと十六日9月の26日ですかはいえー、2023年10月の27日ですね 26日設営で、えー、27日から11月の7日までやるイベントの告知の方から始めていきましょうかね。えー、と去年も、えー、やりましたけれども「吉虫」というですねあの手塚治虫吉祥寺の、えー、イベントがあります。 えー、去年はですね、鉄腕アトム縛りでですね、結構私も色紙をたくさん書いて。はい、どうしましたか?。何かざわざわしてますけど、大丈夫ですか?。はい。ああ、そうですか。えー、<laughs> じゃ、あもうあなたはよろしいので、じゃあ。ちょ,ちょっとゆっくりしててください。はい。それ、立て込んでます。ああ、立て込んで、申し訳ないですね。すいはい。えー、じゃ、あまず、その、吉虫の話を終わらせてしまいましょう。 はい、これ、ね、あの、つ、ついたままでいいかな。<laughs> <laughs> えっとですね。えー。なん,な,んね、なんか。<laughs> <laughs> これ落ちてきちゃうね、落ちてきちゃうね。<laughs> はい。今、ちょっと。マイクをつけると。<laughs> マイクをつけてけると、こう、こう、下着が見えてしまう問題で。 リベストギャラリーという、えー、と吉祥寺の会場で、えー、やっておるんですけども、うん、去年も、えー、いろいろとんん、えー、指揮しようって話をさっきしたなた今年はねブラックジャック縛りということで <laughs> ブラックジャックかーって去年はねあの鉄腕アトムだったので太いマジックで、うんえー かなりデフォルメした感じでやったんですけどもブラック・ジャック太いマジックでデフォルメができないですね、皆さんね、えー、今ね、まあ、こんなの書いたりしてますよ、例えば映、えー、ってる、アップアップアップはいいですよ <laughs> こんなこんな感じで、えー、ブラック・ブラックジャック自体はですね あのまだこれ文字書いてないですねこういうやつですねあのブラックジャックのでかい、えー、マジックで書いた後で名台詞をここに、えー、書いてその後で、えー、鉄腕アトムの時もやったんですけども金色のペンで、えー、そ,その回に出てるサブキャラを書いてそのサブキャラのセリフまで書くと非常に落ち着くということで、えー これなんかいい,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 い回ですよね「あのブラック・ジャック先生よ500万は無理だすまねえ」っていうねあのゲストで100期丸2の男がスターシステムで出てきた回でございますね。まあこれはあのブラック・ジャック先生のセリフがない、えー、あとこれですねあのまだ一、えー、巻の最初のイラストでキャラクターが決まってない頃に手塚治虫先生が描いた「ブラック・ジャック」を見て描いたやつですね。 はい、はい、えー、こんな感じですかね。はい。お祈りはしたかですね。はい。あとは。こういった、こういうのをね、書いてると非常に楽しいですね。あのー。いろいろ気づきもあります。一、大丈夫ですか。<笑><笑>はい <laughs>、えー。あなたとはもう会わない方がお互いに、あ、はい、これは。こういうのをね、あのー、鉄腕アトムの時も。 だーっと並べてですねえ面白かったのはこれ何の回かわかるっていうあのサブキャラによって何の,あ,のあ,るあるいはアトムのねあのセリフによって何の回かわかるかっていう例えば、ねもうこれなんかねあ,のあらえごめんこっちにモニター出てます。 これなんかもう皆さんタイトルまでわかるんじゃないかと思いますけども、えー、とこれねヒントはキリコが出てますね。はい、キリコが出てるのと、えー、あの人を手術しているのではなくしてそっち、ね、固まってるんじゃなくてモニターがこっちに接続されているあでもそっちにも出ていないっていうあいいのかこっち、うん、皆さん、バタバタですいませんね。はいさ はい、99%、99.9%、は 99. い、<laughs> ヒントですね、はい、<laughs> そういう、えー、すごくいいセリフを言わせようと思って、すごくいい顔を書いたんですけども、セリフが長すぎて、まあ入らないなということで、すごく短いセリフでまとめまとめたのがこちらでございます、はい、これね、あのヒントは、うわーはははなんですけどね、えー、<laughs> こんなものをね、 あのあこれ最初の頃読んで私、好きだった絵ですね、こういうのを、えー、たくさん書いて、えー、出品しておりますので、ぜひですね行、あのー、って,い,ていただきたい、行ってですね、あのー、見ていただきたい、あのー、売れてもね、購入者が出ても飾っておくんですよね。あのー、それなので 見れることは見れるのでですね大丈夫だと思いますこれからまだたくさん隠し今日送らなきゃいけないので、えー、時間がなければここで <laughs> あと、えー、コピー用紙とかファックス台とかがですね急に動くかもしれませんのでぜひそれはよろしくお願いいたしますはいありがとうありがとうね <laughs> よく頑張ったよくこの寒い空気の中頑張ってくれたありがとう <laughs> はいじゃあはい じゃこちらの方にはご退場いただきましてですねはい、えー、今日私を助けるためによろしく、えー、来てくださった、えー、アシスタントの方を紹介いたしますどうぞ、えー、こっちから来てくださ、はいカメラの前通って失礼します、はい、これをちゃんと映ってるのかなはいはい映ってるんでしょうか、えーえー、あららら えー、いつも、えー、漫画チックに行こうで私のアシスタントをやっていただいた、えー、渋谷モナミことモナミンですよろしくお願いしますモナミンですはい、はい、ありがとうございますありがとうございます先生急に来ちゃいましたけどい、はいいい,いいんですかごめんなさいね急に呼んでしまいましてね忙しい中ね、はい、こんなお昼のきっとどっかに行かなきゃいけない合間をですね縫っていただきましてですね、はい、いや何をするも聞いてなくてはい とりあえず来てくれっていう先生の無茶振りの元来たんですはい。何をするとりあえず来ていただいてありがとうございますえっと適当に喋っていただければ適当にそんなことないよ先生はいつもねものすごい下準備をされてるんだよしばらく会ってなかったけど元気でしたか元気ですよ先生お元気そうで何よりです本当に本当に久しぶりなんですよ本当に久しぶりですよね本当に久しぶりですマンガチックに行こうの リターンズ,、はい、ーンズ先生の画業40周年を 2> 今年2月にやりましたね記念して放送させていただきました、はい、大変好評であの時もね助けてもらったよねいやー私を呼んでいただいても感謝しかございませんが、はい、それ以来です <laughs> 2月以来、はい、もう結構ねランラン号の stv のランラン号の時にあってね ああこの子はすごくいい感じの子だなと思ってあ,ありがとうそれを頼りにアシスタントに漫画地区に来てもらってああ大失敗だったったていう話ですよねそんなことないよって言ってほしかったけど本当にダメモナンだったからそれがね、うん、すごいダメだどん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 こう成長してすごい頼りになるキャラクターに育ってくれたからですね。 それが面白いよね。そっちの方がいいよね。うん。うんうんうで、あのー、あれよく番組に見学に来てた T さんっているじゃないですか。ああ、影の。はいはい。はい、T T ケウチさんっているじゃないですか。さんはい。はい、その人があのー、これはこれじゃいかんということで、<laughs> はい、あなたをあちこち連れ回して。<laughs> はい。 育ててくれたっていう話い。まあいろんなテコ入れが入りました、ね。はい、もうもうちょっとちゃんとやりなさいっていう。<laughs> 頑張り方がわからなかった。はい。はい。<laughs> どういう方向に頑張ったらいいのかもわからず。あ,あそういうもんなんだね。はい、どうしてどうやったらどうやって頑張ったら力がつくってわかったのこれいい話だから聞かして。えー、そういう話をする <laughs> 寿司に来たの？あのね。 あのそれなりに話進めていきながらここ深掘りできるなっていうところをあのほら漫画チックに行こうは30分しかないじゃないないあのさラジオ番組ってスポンサーもいるし、はい、あの無駄話すると怒られるじゃない怒られるあのこのイヤイヤホンにさイヤホンに来るじゃんあ <laughs>、はい、もうその話やめてやめて巻い,いて切って切って来るじゃん <laughs> 早くしてみたいなそう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 だからあ深掘りできるなと思っても 急に曲に曲入っっちゃゃたりするじゃないですかそうそうはい、曲、曲、で、ずっとテンション上げていなくちゃいけないんで、はいまあ、そうじゃない番組もありますけど、あのー、なかなかこう長く話せなかったのでほら誰もみんなね私のことしかモナミンのこととか深掘りできてないから。 らなくていいのやい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 やだからほら急成長したわけじゃないああそうねでもあれは先生のお力もものすごく大きいし竹内さんの場合やっぱりねものすごいいろんなところにアンテナを張ってる人だったので。 やっぱりねもう関係ないように思えることも全部拾っていくようなははい、はい、はい、それはね勉強になりましたよものすごくまずアンテナを常に立てておくことる、はい、あとね先生からも「君の仕事はここにあるものに光を当てる仕事なんだよ」って言われた時に、はい、すごい「はあ!」ってなっ,たってあいいこと言ったねはい、うん、もういろんなこと言ってとにかく成長してくれなきゃと思って<で>なんかねなんだっけ北海道神宮かなんか行った <laughs> 行ったかな,なんか s t m の祝小会かなんかで、えー、行った帰りかな、はい、自転車ずっと押してたじゃん。はい、で私が隣歩いて <laughs> あの砂利道をすっごい30分ぐらい歩いたことがあるんだけど <laughs> すっごい最初の頃なんだけどそう30分歩いてるうち全然面白い話しないから <laughs> あこの <laughs> 大丈夫かな <laughs> と思って <laughs> すっごいそその時不安になったんだよねそうですよねでもその後あのー、マンガチック2こうが終わって。 なんか喜瀬宏さんの番組にアシスタント出た時にいやー面白いいやーよかっいちゃんとすごいちゃんとやってるいやよかったかモナミンが喋らないかなって期待するぐらい本当にそそうそう,そう早くモナミンのコーナーが来ないかなコーナーあったよねあーありましたねおクのコーナーかなんかでなんかガンダムについてなんか話題が上がったらガンダムについて振られてずっと説明してるみたいな。<laughs> まあ保管係みたいな感じで係いやガンダムそういうことがわかるのがすごく助かるっていう話を聞いて、<laughs> ああ聞いてても面白いし、うんそれが素晴らしい。嬉しい。うん、いや泣いちゃうわ先生もうこの冒頭から。ねあのー、その T ケウチさんが <laughs>、はい、いくらあのー、まああの彼はいろいろ何でしたっけ送り迎えとかしてくれてね。お、うん、送り迎えしてくれたり,りなんか。 あのー、食べるもの、そのラジオ終わったら食べられるお菓子とか、<う>あのー、珍しいものを持ってきてくれたりする、うん。ケーキ大福の果てから何でも買ってきました、ね。買ってきてくれますけど。フルーツなどと言われるわ。はいはい、で、そのその彼がえっとえっと今三つぐらい分岐点が出てて、どっちが面,面白いよりもちゃんと話の通じる方向かないよ。そしたら <laughs> そしたらごめん。 面白い話なんだけど、こっちそれで、はい、えっとどうやってモナミンを教育したのって聞いたら、いやーあいつ全然人の話聞かないですよ、ね。<laughs> <laughs> 全然話聞かないでどうやったらいいかなと思ってあのパチンコ屋に連れてたんですよね。<laughs> <laughs> うん連れてっていただきました。パチンコ屋の行き帰りだけはあいつ話聞くんじゃない。<laughs> <laughs> 絶対嘘。 嘘ですよめちゃくちゃ持ってますってそれいや本当そんなことないよ<で>それだけじゃないはず彼はすごく運勢のある人ですごく運勢のある人がいるい世の中にはあ運勢ある人いるんだっていういんもうな何もしなくてもあるのか何かしてあるのか分かんないか本人はすごくあのー、あれだよねまあ彼も今度ここに呼んで話聞きたいんだけどもうパチンコ絶対当てるしね 負けたことがほとんどないね。で、この前聞いたらこう、パチンコ当たらないやつと行くと当てるんですよね、みたいなだからモナミ連れて行ったんですよ、ね、<laughs> まあそれはちょっともった話かもしれないけどい本当の話です本当の話です <laughs>、うん、何か私に悲しいこととか切ないことがあると元気になってくるんですいいことがすっごいある <laughs> びっくりするぐらい 前,前にさそうそう,そうちょっと深掘りしようそれら人の負のパワーを自分のパワーに変えることができる人っていうのが多いるんバビル二世だな <laughs> バビル二世だなっていうはいスタッフのわからない言葉が出てましたバビル二世って何えごめんオタク言葉が通用しない人には、うん、一から説明しなきゃいけないバビル二世もわわかからないんで年前に大阪経済で10年前ちょっと前に抗議した時も、はい あのバビル2世って出して「あの島本君バビル2世誰も分かんないよ」って言われて、えー、<laughs> 生徒さんが「からないですバビル2世」じゃないそうそう歌はきっとちょっと聞いたことあるんじゃないかな。<laughs> はい、横山光輝さんという漫画家の人が書いてテレビアニメにもなった学生服を着た超能力者の話です、はい、それで学生服を着た超能力者の少年なんですけど。 ある時バビル1世という人がですね大昔聖書の時代にバビルののの塔というのを作ったんですね、はい、聖書の中ではバビルの塔になってますけどそれをバビルの塔という塔を作ってその中にコンピューターその外星えっ、ー、と宇宙から来た宇宙とっても進んだ宇宙人なんですバビル1世は。それが地地球球に来てて人と結婚して 脈々、えー、と子供子孫が来た中で私の能力を持った、えー、超能力を持った2世がいつか出るその時には君をバビル2世としてこのバビル1世のバビ,バビルの塔の中に、うん、最,最新じゃないな宇宙の宇宙の知恵を蓄えた <laughs> 2> <laughs> 2番ですねそうそうコンピューターやら何やらを君に全て授けようという、はいえー、ストーリーの それが現代に学生に、うんえー、夢に現れてきて、あ。自分は、超能力者バビル二世だという。話だけど、今ので通じたから。まあ、通じます。大丈夫です。はい、で、しもべがいるんですよね。うわ、そこ、そこ,そこいいのね。<laughs> バビル二世には、バビル一世の作った。三つのしもべというものが。第一 <laughs> 大事。人、人、その一が、えっ、ー、と、何にでもす、姿を変える。 アメーバ状の物質だけど普段は黒ひの姿をしているロデムうわーちゃんとこうやってアシストしてくれると助かるな <laughs> だから <laughs> 崖から崖へ、えー、渡れないって時にブニョーンと伸びて道になってくれたりするロデムいやー助かったはい,いな、うん、そしてそれが一か一だよねで第二のしもべがロブロスロプロス、えー、ロプロスは、えー、空を飛ぶ えー、巨大な鳥。会長ロプロス。会長ロプロ,ロプロス。空を飛べ。飛べポセイドンはううううて、はい。海をいける。そ,<う>それさ、順番どれが一で二か、ちょっと私分からなかったんだけど。<Okay> おそらく合ってるよね。<laughs> 歌の順番と違うよね。<laughs> そうなの、ロプロス、ポセイドン、ロデム変身、地をかける、はい。はい。そうなんですよ。で。えーえー、っと。で、その会長ロプロスは。 まあ移動の時にあっちこっちに口の中に入れたり背中に乗せたりしながらえ連れて主人公のバビルニセを連れてってくれる役割でなかなか出ないけど一番人気のあるポセイドン、うん、<laughs> これはえ巨大ロボット、はい、どこにいますか ポセどこにいます海の中でいるからストーリー上なかなか出てこない海で戦いがない限りはえと残念なことに背中にロケットがついてないので歩いてくるしかないあれ泳いでくるしかないあ残念なかなか出てこないい見たのに読者はそれポセイドンを見たいのにあの指からレーザー光線も出てかっこいいし残念ですね。 そんなバビル2世が今の学生には伝わらなかったですね。はい、でバビル2世になり損ないの、えー、とバビル2世の宿敵、えー、黄泉読み様はい、はい、それが本来はバビル2世の能力を兼ね備えていたんだけど一、うん、つだけ能力が足りないがゆえにバビル2世認定がされずバビル1世のプログラムからはほかされてしまった。かいだから そのだけど優秀だから世界征服をしようと企てているあやっとつながってきたぞそれでその読みと戦うのがバビル2世仲良くすりゃいいそうなんだ仲良くしてこの2人でこの地球人地球なんかを征服しちゃえばもっといい世の中に今なってたかもしれないよ <laughs> 戦争なんかない世の中に優秀なんだからもともとそうだそうだそれを バビル2世なんていう小僧がまだ,まだ成人してない学生の小アッパがね「世界征服なんか許さん」というテレビで聞いてきたようなセリフを持ってきて読みに立ち向かっちゃったりするから余計な11巻まで続くストーリーが12巻新しく出た。 11巻その名ままは101まだまだ続くストーリーが生まれたわけだ生まれてしまったわけですよそのバビル2世のなんか小賢しい正義感のために <laughs> 小賢しい正義感って本当に邪魔そうなのさあ話を戻しましょう。よみ、はい、様がなかった能力とは何かバビル2世として認定されなかった能力とは何かというと。 相手のエネルギーを自分のエネルギーに変える力なんですよ。そうなんだだから、ヨミ様がバビル2世を掴んで、エネルギー衝撃やビリビリビリ <laughs> うわーってやって、フッフッフッ、倒れたかバビル2世って言ったら、バビル2世は倒れたふりをして、全部エネルギーを吸収してましたっていう、そういう戦いなんですよ。なるほどつながったー<え> <laughs> ささあ T 内さんの話戻ろうかつながった <laughs> ここまでが長かったけど彼にはその能力があるっていうことですわそ,そもそもバビル2世のなり損ないの、えー、超能力者でもないモナミンからなけなしの運をすべ <laughs> て,て, <laughs> て吸い取って自分,の力に自分のパチンコじゃか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 じゃじゃかじゃかじゃ ものから美味しいケーキや。台、はい、風に生まれ変わってたわけなんですよって。それを私のところに。まあ、あ、そうなん。巡り巡ってきたわけです。巡り巡ってきてるんです。だからまあ。えー、すごいものすごい循環的な世の中なのかな。ってああ、じゃあ、もともとはモナミンが。私のために頑張ってくれた話。そうだ。つながったー<笑><笑>それ。ありがとうね。ありがとう。頑張ってくれた。よかった。 飲んでも先生のお口に入るエネルギーになったんだと思えば良かったなって思える、まあまあ、み,んみんなで食べましたけどねもう <laughs> 甘いものはいいや発言も出ましたよねいいよもういらないよっていうぐらい <laughs> 夜中ですからね収録したのあの時。収録夜だったんで先生が画業でお忙しかったのでどうしても収録がはい夜の7時ぐらいから始まったりすることもあって終わりがもう9時とか ね、そ,そ,のその段階で甘いものをたくさん食べるわけにはいかないというのと、はいえー、非常に今矛盾したことを発言してるなっていうちょっとウキウキっとしたんですけど、はい、<laughs> じゃあなぜ今この放送は、ね、通常7時からやって何回かやったんだけどこれ無理って言って昼に今移動しようかっていう画策 <laughs> <で>中。 ちょっとね、はい、何か深い深いご事情が <laughs> 夜に仕事したいいやできればもう夜はいいかなもういいよね、うん、なんかこうちょっとおいしい私の場合ですよお、はい美味しいお酒でもちょっと飲みながらゆっくりしたいななんて思っちゃう<ー>時間はい。うん、そうですねあ大人み,みんなはねなそちょいとお酒を飲みながらゆっくりしながらこういう動画を見るわけですよ、うん、はい。 それ,をそ,のそれに合わせて我々は私,私は発信しなきゃいけないんですけどそうですよ,そうよみんなの安らぎのためにもうこれが生である必要はないじゃんもう,もうアーカイブ見りゃいいじゃんもう <laughs> わー言っ,ちゃったそもそも,そも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 漫画って生じゃないんですよ印刷されたものなんですよまあ、はい、そうでしょう それでいいんじゃないか。<laughs> もうなんか今。いいの世の中の、<れ>世の中の流れに。はい。ついていけない。私が <laughs>。<laughs> なんか。今の。今の文化を否定し始めると、もう終わりだよ。そ,そ,う,そう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 。はい。うん。そんなことない。そんなことない。昼してる人もいるって聞いた。いい昼に放送してる人もいるんですよ。いるんですね。そうです、ね。きっと大丈夫です。まあ、でもジャンル的。 やっぱり先生の読者の皆さん、はい、あとファンの皆さんはできればよろっていう方が多いんじゃない、うんうん、今だってさ、仕事してるじゃないなです皆さん仕事されてますもん。うん、おかしいんですよ <laughs> あ<の>、ね。あの、今今コメント出してる人はちょっとおかしいですよね。コメント来てます。あれ来てる。あれ,来て,あれ来てます。来てます。来てます。あのスーっとね流れてるの見えますよ。いやそ,そうだよって。<laughs> <laughs> そうだよって言ってるよ。 ああ、なこっちも見えてきた。リアルタイムコメントしたいからここにいる。あそうですか。昼休み。あ、昼休みなの？もう昼休み過ぎてるよ。十二時から十二じゃない？人によっては。人によっては場所が違う。なるほど。休憩中で。本当はね。あ、夜勤明け。お疲れ様です。本当はね、休憩中の十二時から合わせてやろうと思ったんだけど、モナミンがあの十三時からじゃないといけないっていうから。私も仕事があったんです。仕事が。もう休憩の後にしたんですけども。 さらに遅れてきたけどね。全然全然大丈夫です。間に合なかったん在宅勤務の方は見てらっしゃる。むしろ最初ちょっとエラーが出たので、いないでくれてよかったぐらいです。やった。結構結構コメント流れてるね。ありがとう。昼休憩大切って。はい。皆さんありがとう。素晴らしい。はい。はい。わかりました。それでも付き合ってくださっているんだ。先生の愛。えっとですね。あの。今。 そそろそろ30分なんて話題変えますいつもね、はい、なんかね、どんどんね、深掘りしすぎてね、入っちゃうから、今ね、あの無料の1、1時間だったら有料部分に入ってくんで、無料の部分でみんなに見せなきゃいけないものがいいビデオがあるんで、はあ見せましょういいビデオぜひぜひお願いします。えっとですね、えー、先週、先週か先々週、先週かな、あの、あれがあったんです。オブヒロで あ、これも話すと。えっ、ー、と。十勝ひとりぼっち農園っていう漫画があるんですけども、さあ、はい、さあ、はいはい、ここに準備してねえぞ。えっ、ー、と。少年サンデーをちょっと持ってきてください。<laughs> 少年サンデーでよろしいです。はい。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、どうも、ね。これの。えっ、ー、と、巻末にですね、えー。いつも載ってる日記漫画があるんですよね。こういう日記漫画はね。あ。で。 こういうの中見せていいのかどうか分かんないから分からない確認できないように知らってるるんですよなるほどね難しい、はいえー、とこれで、えーとまあ、簡単に説明するとこのこれは帯広に住んでるんですよ彼は、はい、編集長が、えー、帯広に引っ越して、えー、自分で野菜を作ってその野菜でうまいカレーを作って、えー、と足立満青山剛昌先生に食べさせなさいと。 っていう計画で日記漫画を描きつつ住んでるんですが一個にううまいカレーが作れる <laughs> 頑張ろう毎年収穫祭といって9月には足立満先生青山剛昌先生がですね帯広まで足を伸ばしていくのよ <laughs> あの大先生が。はいうん、なのにあのうまいものを食わせられないで <laughs> 帰ってくるというのが2年続いて今回3年目なんですよ。 とということであの新しい13巻が出てそれを読んだら13巻でも美味しいものが作れてないようなんですよ。<ら>でこの漫画もうだめじゃんって少年漫画って成長だからそうですよ、うん、友情、努力、勝利だから <laughs>、うん、友情ある努力あるか分かんない勝利ないみたいな感じじゃないですか。 その次の日にその次の日っていうかその帯広のイベントが16日にあったんだけどその日の夕方に何かしら東京で出なきゃならない用事がありましてうわ本当にあったなそれで <laughs> 出なきゃならない用事がありまして本来はもう私が友情で行ってあげてあの食べて美味しくても美味しくなくても これはうまいって言ってあげれば、うん、あいつは漫画に書けるじゃん。<laughs> ん俺が叫んだことは事実だから<実>で私にかかってるじゃん。私はもう嘘でもうまいって言うつもりだったから <laughs> この漫画のために漫画のためには、うんうん、でも東京に行かなきゃいけないんでごめんねっていうことで <laughs> あ<ら>あのこれに関わってる編集長のだったあの方にねアイアイさん愛さんばっかりですね。 えー、愛知原さんにですすね、えー、と電話をかけけたわけですよ、はい、でよ今回なんかそのカレーのね品評会あるみたいだけどあこれでて勝てなかったら大丈夫なの僕は横山君に電話かけて「ちょっとこれがよくないよ」っていうのはね手厳しいこと言いましたよ <laughs> そしたら「あっ島さん来ますか?」って言って「いや来ますか?」って言われてもそょっとそこでで畑健次郎さんっていうあの連載の漫画家人気漫画家さんも来ますと。お で、島尾さん来たらあのー、動画撮れるんじゃないですかって言われたら<ー>待てよ考えたカレーのためだったらちょっとあれだったけどはいもちろん撮ってきた動画はここで初めてに、うん、配信に配信, <laughs> で配信します <laughs> いやーちょっと一回ちょっとこれやっちゃうとね持ち直す <laughs> ということでさっきまであのー、横山横山先生じゃないこれ園長って言ってるよ園長あのー マンガチックに行くリターンズにもその愛さんと横山さんのう、二人で来てくれたのに横山君はほとんど喋らないでない。喋らせないわけじゃなくてもうかなり言うことは用意してたんだけどこう、愛千原さんがしゃべりもう市原さんが喋ゃべり長くて時間がコマーシャル時間決まってるからあもう、でもね後で電話したらほっとしてたよあ、よかったっってそう。 大丈夫大丈夫だから。えすごいでもねあのあの彼は最高でした面白かったですよね。面白かったですね。ねまたやりたいですねにここでね再現するのもいいじゃないですか。そうそうだからここで最高じゃないですか、ね。そう,そうそうそうなんですよ。だから今彼もちゃんと撮ってきてあるからえっ、ー、とちょっと待ってそれで呼ばれて行ってまあいいやもうじゃあビデオ行こう。あもういいの。<laughs> はい、呼ばれて行ったビデオってことですか。そうですねえっ、ー、とこっちに映らないでゃないこっちに映る。こっち。はい、はい、<私>た。私こっちにちゃったけど。はい。 はいということで今日は横山雄二先生の一人ぼっち農園のですね重要な局面に参加させていただくために帯広にやってまいりました。そうですね。もう何年目ですか。えっとこっち見て六年目で六年目ですか。六年経ってうまいカレーの一つも作れない。いやちょっとまあまあまあ言い訳させてもらうけどこの三年間コロナでカレーなかなか振る舞いがなかなかった。あそうですか。 ああ3回目んとなく体感的に私も3回目ぐらいかなと思ってました連載読んでてそうですは今回こそカレーって煮込めば何でもうまくなる料理かなと思ったんだけどよく3年間失敗にできるなっていうやっぱりやればやるほどカレーていって ちょっとなんか意味が分からない簡単な料理であるけでそうそうそうあれなんかこれ美味しいような美味しい気がするけどなみたいな今日はじゃあもう最高にうまいものが見れるわけですね今日はもう絶対に絶対に絶対にうんしかもラムのモツを使ったラムお疲れっていうねラムも疲れレーうんトカちゃ名産ですからラムっていえああよしそれがそれが今までの連載ではネックになってたのがねうん。 では、全然、これがフラグにならないことを祈ってますけど、はい。楽しみにしております。いますはい。改めて、お題でさせてください,しお願いします。ありがとうございます。今本和彦の絶叫大学。島先生、いかがでしょう。今日は、横山君のカレーが美味しいっていうだけの仕事のために来ました。何もう、あの漫画の展開を考えると <laughs>。 <laughs> 13巻にして美味しいっていう人が一人も現れないのはありえない <laughs> まあ普通に美味しかった <laughs> <laughs> そして「最高のカレーを作る」がメインテーマになっている十勝ひとりぼっち農園という漫画この漫画でもたびたび登場しているのがラムモツカレー はいということであ終わりました終わりましたはい今のが横山園長、うん、あ,あったことあるよね皆さん、はい、今のが横山十勝一人ぼっち農園の横山園長ですはいなかなか見たことないでしょう、えー、さあ自画像は似てたかな <laughs> あの横山園長と話している時私がね手持ちのカメラ持ってるんで <laughs> いやいやさっきの「ラムかモつかどっちかにして」っていうのがすごい残っちゃったわ <laughs> <laughs> かるあ,あのえっとねえっと今ごめんね、うん、わ彼と話してる私のテンションが低いのでうん、うん、ちょっとすごく私この映像どうしようかと思ったんだけど手持ちで私が撮ってるってことを理解してね私がねあれこうやって持ちながらこうやって。 ううんうんってやってたあ<ー>ってやなすごい先生それでさあそれでねあの美味しいかどうかの話なんですけど帯広、うん、での小学生だと思うんだよね、はい、あの子供たちと,を、えー、と集まりのグループと、はい、あとはキッチンカーの店主が作ったものと店主さんが作ったものと3つが戦ったんですよ横<は>山裕二先生のと。 これがねあの横山君のだけ食べてれば、えー、美味しくなくても美味しいって言えるもんなのに、うん、3つ食べちゃうともう正直になっちゃうんだよ心って人間って。<laughs> あのね、これはね、あのみんなが何300人が審査するんだけど一般の人も。で足立 青控え室での、まあ、黒,黒い画面で喋ってたのはそうなんだけどその中で、えー、とまず困ったのは普通のカレー私たちが想像する普通のカレーは横山園長の作ったカレー、はい、ラブも疲れで小学生子どもたちが作ったのが、えー、と野菜いっぱいのスープカレーあー美味しそうで、うん、辛くない。 辛くないカレーうん、うん、それで、えー、キッチンカーの店主の人が作ったのも辛くないカレー,ーごめん、ね、辛くない辛くないでじゃあ横山君のはまあ微妙に辛いうん、うん、でこの時人間の心って不思議でね、はい、中途半端だなって思うよね <laughs> 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 辛いんだったら辛いの食わしてくれよ、うん、なるほどな はい、そういうことかそういうことですぼんやりしちゃったってことかしらそうですねあ痛いむしろ辛くない方に決意を感じるっていうか、うん <laughs> うね、創作意欲を感じるというか、うん、本当にふ振るならどっちかに振ってくれっていういやこれはね非常に厳しかったですね厳しかった <laughs> ねそうか、あのー まあでもねおいしくないこと私も初めて食べたのみんながさ言うのはどんだけおいしくないラムもつカレーなんだろうと思って言ったらおい <laughs>、うん、しくないことはない、はい、っていうかカレーをおいしくなく作るのは難しいあ <laughs> <laughs> ある一定のの、ね、カレーのラインありますからねははい、はい、はいえー、ということで、えー、まあ、えー、結果どうなったかはちょっと検索して調べて まあ、まあなんか今後漫画にも書くだろうからあ,うかあ,のあえて私の口から言わないけど、うんうん、もう実際行われたイベントなんで検索すると出てくると思います。はい、いや楽楽しみ楽ししみみですね楽しみ、はい、よしということでまず横山先生を見てもらった次なんですけどもはい、はい、えー、とじゃあ私がですねそもそも行った目的はですね<う>、えー、いろいろあるんですけども。 ついでに漫画の書き方を、えー、足立先生や青山先生に聞こうかなおお<ー>。えとそれはすごい漫画の書き方を、えー、なぜ聞くかというと、うん、今ちょっと私が迷ってるところもあるのが一つ何を迷ってるんですか迷ってそんな私がここあのー、この動画配信でね、うん、えー 何をやったらいいかというと漫画の描き方をやってほしいっていうのもあるわけですよ。<ー>じゃあ一緒に勉強するのも含めて聞いてこようかっていうことですね、うんえー、これがですねほら私が青木先生とですね編集者の方が撮ってくださったんですけどもこれはその何、えー、でしたっけ横山園長が。 カレーの、えー、と戦いがあった後でイベントとしてなんかそこでねお偉いさんと対談をすると、はい、でお偉いさんと対談するのに借り出されては大変ということでいや違うよ違うよそういうことじゃないよ <laughs> 違うそれは今私が作った理由ですよこの一人ぼっちの園にもよく協力して出てくれるカズさんっていう方がですねあの自分のところの農園で、えー ごごちそうしてくれると<あ>もう、えー、豚丼ああ<ー>とトカチといたらトカチのあの,あの炭火焼きの豚丼も先生たちにぜひ食べていただきたいというこそれで私は私たち一行はですね、うん、向かって焼いてる間に。 話をさせていただきましたその時に撮った写真がこういうことでございますいい写真青空でちょっとこれね大きくして部屋の中に仕事場にガーンって飾りたいパネルにして飾りたいっていうぐらい素敵ぐらい素敵ですね、うん、ええー、今パネルにして飾るってないよね私はついそうそういうふうに考えるけどもうないよねそれしてくれとここうやって 4K テレビに映せばそれで事足りるんだよね,今ねまあまあまあ事足りるけどで,、ね、でもやっぱり そういう今ちょっとアナログなのも流行ってますから、はい、そういうの作りたいっていう人もいると思いますよ。うん、千葉哲也先生の仕事場の後ろにジョーの横顔がガーンってでっかいの貼られてるような <laughs>、まああいうあ石森章太郎先生の仕事場に先生がなんだっけな、えー、と解決ズバットに出た時だったかな、えー、とプロ野球選手の役で出た時の、えー、なんかは、えー、優勝カップだったか。 えー、花束だったかを思って写っている写真を大きく貼っていった時のようにですねじゃあこの時のですね足立先生に私が教えを、えー、いただいた時の動画を今から皆さんに見ていただきますので、はいえー、そんな感じのものを見ていただきましょうはい島本和彦の絶叫大学ちょっっと待って <laughs> 今回はですね、足立充先生という巨匠をお迎えして漫画の真髄について突っ込んで聞いていきたいと思います。ということで,ですね私が今回ビッグコミックオリジナル、はい、何周年記念でしたっけ 40?40 <laughs> 40か50って大きかだよね。の,あの記念読み切りを書いてほしいとやった時に、はい、今までの「イケイケ!」っていう私の作,品、うん、作風では。はい 伸びが見込めないと<は>例えば「あ青い炎」という作品があるんですけど足立光のちょっとあれすることによってななんでそのあれすること足立光先生を<れ>、えー、ちょっといじることによって <laughs>、はい、足立光ファンが買ってくれれば部数がこんだけいくだろうっていう目論みのもと始めたにもかかわらずその部数はないわけです <laughs> <laughs> 俺に責任はあるだからシルミ子先生をいじればその分も上乗せられると思ったら。<laughs> はい そうでもないどういうことだと。で今までの作風を捨ててちょっと何、はい、て言いますか私も漫画家40年やって反省しました、はい、読者の喜ぶものを書こうと、うん、今までは社に構えた感じでこんな漫画誰も書いたことないよねっていうのを <laughs>、うん、あの模索してやってきたんですけどそんな誰も書いたことのない漫画は誰も喜ばないってい分かったんですよいや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 ちょっと待ってもう <laughs> 足立先生もね、はい、熱血漫画の時代にデビューされて熱血いろいろ書かれましたはい、はい、その中で、はい、もうその時代ではないということで新しい野球、ま、野球漫画っていうかあの青春スポーツ漫画の切り開きをやられたじゃないですか、まあ、切り開きっていうか何 <laughs>、はいえー、か変わったことやってみたいなという、はい、ずっとそこまで自分が育ってきた熱血野球漫画、はい、大好きだし大好きだし の影響はもも、うあるんだけども、はい、でも、も何もあるんじゃないってこ見方をいろんな方向から見た<ー>、えー、そういう目はね、はい、昔からひねくれたところがあるんで正面から見ることよりも得意だと、はい、思ったんでなんか切り口、はい、みんながやらないしやっちゃだめだという。 やっちゃだっってて言んですから編集たちはもう絶対終わるべきだみたいなありますよね、るじゃん行ってきますねいやそうじゃないだろうってことがある時期まあだいぶデビューしてから経ってからだけどねそれは結構素直にやるんやだなと思って遅いんで色々と気がつくのがね編集さんとぶつかったこととかありますそういう方向性で漫画家立ち上がるときとかデビューしてからほぼ10年近くははい 原作好きあの、編集から持柿澤海佐々木マンボリいろいろやってるんですけどもそれに関してはねほとんど考えなかっただからうん、うん、自分が何を描きたいか全然なかったんで、はい、漫画描きたいという、はい、もう本当にバカみたいな漫画少年だったんでそ、はいはい、れで二十 八ぐらいまで,なで、はい、まあ初めてちゃんと、オリジナルで、うん、始めたのラインなんて、ラインから。うん、からそれまでは、全く考えてない。ですはい、ということで。和、ね、気あいあいと、話され、されて、<laughs> したせい、されてましたねじゃあね。<立>先生がね、はい、お若い。あ、若いですよね。ねお若い。うん、そしてね。はい。 優しい何、ね、かやっぱ画風に表れるっていうんですかねこう穏やかな雰囲気が伝わってきますね、はいうんはい、そうねね<ー>あのあの方がその熱血漫画の流れから新しいものを生み出して時代一個変えたんですけどもうん、うん、それまではだからそのまあそれまではっていう言い方じゃないです。よくあったスポーツ漫画の「戦って戦って」っていう。うん えー、そんな内容からちょっと青春の方向にチェンジするっていう視点の変え方をやられたんですね。うんうん、でその裏あまたまたね <laughs> 例えが古いので今言ったら説明がまた増えちゃうの何を言おうとしたかだけ言ってください。えーと ある漫画家の人がそれを表して「オールナイトニッポン」に吉田拓郎が出てきた時の感じに似てるっていうそれは分からない、<laughs> それは難しい、<laughs> 私もフォローしがたいです <laughs> 難しい、まあ、でも吉田拓郎さんも今、<お>まあフォークの時代を変えたい人ですからそ,、あのー、それは分かります、あのー、深夜放送をやった若者が深夜放送を聞いた時の気持ちに似てるって全く分かんないよね。ま <laughs> 全く分からないけど思いをはせてください。うん、<laughs> このあとまだ少しありますのと,あと、えー、あ分かるって方もいる。うん、あ,ありがとう,<方>こう分かる人も一定数いるんですよ、私が濃い話してもむしろ私,が私よりも濃い人見てますから聞いたら教えてくれるタイプの人も見てますから。あのうんうん しかもリアルタイムですごいつまりガンダムっていう方もいらっしゃいましたね。今までのロボットアニメの概念をちょっと変えるというかね。っていうかそこに時代のムーブメントのこうターニングポイントを作った方っていう。まああるい一つのターニングポイントになった,ったうんそう。先生と本当真逆ですよね。う うわあそっち来たかそうですね。ね先生はそう熱血ですもん。熱血の文脈で、うん、もう覚えてきたから物語作りはこうやるんだと思ってきたんで、うんえー、非常に不利ですよ。<laughs> 不利。不利ですよ。不利。それで作られてきたのでうもう考え方がもう時代の流れについていけない。<laughs> もうデビューした時から時代遅れでしたから <laughs> ね。もうもう普通ね。 そう普通ねって編集者ってあのヒットした漫画,家漫画からえこういうの書いてっていう仕事だから考え方古いじゃないですか新しいものじゃないじゃないですかでもその古い考え方の編集者から「君は古い」って言われたから <laughs> <laughs> いやでもねでも彼らは彼らはその熱血パロディという新しいものに対しては全然。 あの食、ー、手を伸ばしてくれなかったよね新しすぎて古すぎて新しすぎ時代が追いついてなかったって思うしかない時代,時代そんなのはまあ言い訳ですよ <laughs> そんなのはダメだったやつの言い訳言い訳なんだ時代は言い訳なのかはいそうですいやということでまあうん、まうん まだまだ足立先生で、ね、もあれから何十年経ってんだっていうのにアニメ化されてますよねいやそうですよねあ <laughs> ってんだよねきっとねやり方があって <laughs> ずっと時代に乗ってるっていうまあ、はい、そういう方もいらっしゃいますいそれこそ高橋いフォローしなくていい俺もフォローしなくていい,い,やいやフォローだから高橋留美子先生とかも本当すごいなと思って、ね、ずっと第一線でずっと私たちも見てるし子供たちも見てるし今の世代も見てるってすんごい先生だなと思いますよまあこい,こいつもそうだよな ああ、こいつそうですね。<laughs> こいつもそうだな。そうですね。時代が変わっても。<laughs> こいつはまた、ね、こいつって言わないで。<laughs> 後で、後で。あ <laughs> でまた、えー、ビデオを撮らせていただきましたのでね、えー、ぜひご覧に、はい。あ、もうお時間なんですか。そろそろ一、えー、時間になります。今日はですね、<ー>これから。 漫画の描き方のリクエストをいただきましたので私なりのまあ初歩的なものから、まあ、一気にやっちゃうとわけわかんなくなっちゃうんで少しずつまあ、えー、と30分で一つの話を書いていくっていうやり方がいいかなあんまり伸びなかったら10分ぐらいで書いてもいいけどそんな感じでいきましょうか。はい、ということで、えー、そろそろ無料終わりで大丈夫ですかあそうなんですね、はい あと二分ぐらいです。はい、二分テイク。じゃあ皆様、待って。二 <laughs> 分い。いやいやみんなね、仕事に戻らなきゃいけないんだよ。あそうだ。も<う>だなみんなね後ろで誰が見てるとかね、こうこうやってね、こうこうスマホを知らない知らい、仕事してるふりして、こうイヤホンで聞いててくれてるから、ね、早く終わってくれたかがみんなのためなんだ。えー、そうなんですか。そういうもんなんです。あの切、ー、りのいいところでね、ああと,あとはね大した話しないだろうっていう二分間が必要なんですね。<laughs> はい、そうですみんなちゃんとお昼ご飯は食べたかな <laughs> いっぱい食べたかなこの後も頑張ってくださいね、はい、応援してます、はいえー、熱血でもちろん2時間サボった分巻き返してくださいイエーイ、はい、ゴー <laughs> 仕事にゴー <laughs>